小がななにはアメリカ合衆国の元バレーボール選手、元アメリカ合衆国代表、ナイジェリア系アメリカ人である。スタンフォード大学在学中には2450本ものアタックを決め、著名アスリートの一人として知られる。オリンピックにおいては、アテネオリンピックと北京オリンピックに2度出場し、北京では銀メダリストの栄えに良くした。スタンフォード大学在学中の4年間で、 NCWA 選手権大会に3度出場し、このうち2001年と2004年には同チームを優勝へと導いている。プロ選手となってからは各国一部リーグで活躍し、2006年にプエルトリコリーグで準優勝、2007年にスイスリーグ、2010年にチェコリーグで優勝を果たしている。イリノイ州ブルーミントン出身。イリノイ州立大学の大マル高校に通い、 バレーボールだけではなく、バスケットボール選手でもあった。同校は1999年と2000年に、イリノイ州高校選手権で優勝を遂げている。実前もバレーボール選手で後に、スタンフォード大学で共にプレーし、現在は、プロ陸上競技選手のラッセルウルフ・ブラウンと、婚約している。また実定がおり二人とも陸上競技選手である。小柄に、 全米50州のうち49州の有力大学からオファーが殺到した。高校の最上級学年においては、全米年間ゲータレードプレイヤーに選出されている。生二世は、イボボで、ワンフーノーズ・ザ・ランドを意味し、ナイジェリアの由緒ある家系である。ジップは、後のイリノイ州立大学の元副学長であり、親族のケンナマには、ナイジェリアの元上院議長である。ジップは、 オガナの誕生前に、より良い教育環境を求めて渡米した。2012年8月25日に、オガナは、スタンフォードのメモリアル協会で、元フットボール選手と結婚式を挙げた。振動は、オガナと同じスタンフォード大学の経済学部卒業で、大学院工学修士課程卒、スタンフォード大ビジネススクールの博士号を持つエリートであり、現在は投資ファンド会社に勤務している。 2001年にスタンフォード大学に進学し、同年の NCWA 選手権で、これまで決勝戦では無敗を誇ったカリフォルニア州立大学ロングビーチ公戦で19本ものアタックを決めて優勝に大きく貢献した。この活躍により、パックマイナス10バレーボールマガジン氏及びアベカ、太平洋沿岸地域の最優秀フレッシュマンションに選出された。 2002年にも NCWA 選手権決勝に進出したが、パックマイナス10のライバル校である USC に敗れ、準優勝に終わった。同年には、アベカセカンドチームメンバーに選出されている。2003年には、大学1シーズン新記録となる627本ものアタックを決め、ホンダスポーツ賞候補者とアベカファーストチームメンバーに選出された。 最上級学年となった2004年に、再び NCWA 選手権で優勝を果たし、同大会のモーストアウトスタンディングプレイヤー賞を獲得したのみならず、アベカ全米優秀選手賞や、ホンダブロデリック杯、ホンダスポーツ賞、NCWA トップ8賞を獲得した。小金は人間生物学の学位を取得して、同大学を卒業した。小金は、 身長1 8 5トルポジションはアウトサイドヒッターで2002年にアメリカ合衆国代表となっている。2005年にプエルトリコの一部リーグ所属のピンキンクラブオブコロザルでプロ選手生活をスタートさせた。小柄のリーダーシップの下、同シーズンにチームは LVFS 決勝戦に初めて駒を進め、準優勝に輝いた。 イタリアセリエ A1 在籍後の2007年にスイスのボレロチューリヒと契約した。同チームにはアメリカ合衆国代表のロビン・オー・サントスも在籍しており、スイスカップ決勝での優勝に貢献するとともにヨーロッパ選手権でも4位に食い込んだ。2007年秋のワールドカップに出場、合衆国代表は銅メダルを獲得し、北京オリンピックへの出場権を獲得した。 イタリアに戻ったオガナは、アメリカ合衆国代表のチームメイトである、リンゼーバーグが所属するアシステル・ノバーラと契約した。ノバーラは、ヨーロッパ選手権で3位となったが、プレーオフでオガナは全所属チームである、チューリッヒ戦において、アタック決定率71%という驚異的な数字を記録した。2008年1月、トリノで開催されたイタリア代表隊、 オールスターチームの強化試合において一般投票でオールスターチームの一員に選出されている。2008年の北京オリンピックで合衆国代表として出場した。予選リーグ8月17日のポーランド戦での活躍を含め17得点をマークした。合衆国チームは1984年以来となる決勝戦に臨んだがブラジルに1の3で敗れ銀メダルに終わった。 2008-09シーズンはトルコリーグのガラタサライと契約し、小金はチームの得点王となった。圧巻は第8シードで臨んだプレーオフ準々決勝において第1シードの枠フバンクギュネシュスイゴルタを破ったことである。このシーズン、小金は322得点を挙げ、トルコリーグのベストスコアラー部門で第4位となった。翌2009年に、 チェコの VK プロスチェイオフと契約し、ナイキとのオプション契約にもサインしている。ありがとうございます。